来たか、フェリーダ。リゼット城にバンたちも。お兄ちゃん、先日ぶりですね、カシム主任。お互い最後まで残ったか。ま、ちっとも意外じゃねえが。そちらの健闘ぶりは少々予想外ではあるがな。だがそれもここまでだ。総員、第二種戦闘準備。 C3 から C5 にシフト。目標、アークライド解決事務所。来るぞ、全力で応戦しろ。相変わらず無駄口は嫌いみたいだな、カシム教官。工場ごとは専門外だ。そちらは障害担当に任せている。俺はただ作戦を完遂させるのみ。容赦ねえな、長くは持たねえぞ。だがまだだ、なんとかこのまま。マルドゥックも随分と今回の件に力を入れてるみたいだな。何せ最強のエースをよこすくらいだ。反応兵器のリスク、実際にそうなったが、普通なら様子見でもおかしくねえだろうに。社の方針だ、返答しかねる。依頼として受けた以上達成するだけだ。前回同様、大統領府なんだろ。また随分と仲がいいじゃねえか。それでどのくらい前からお得意様なんだ。それも同様に社外秘だ。それと戦闘中でも舌が回るのは君の大きな武器だが、格上相手には通じないと教えたはずだ。ここだ。はあ、甘い。防がれた。完全に死角をついたのに。怪盗グリムキャッツか。彼らと行動を共にしていることは把握済みだ。その上姿が見えないとなると警戒するのは当然だろう。そう、彼女の不在をそんなに気にしてくれるなんてありがとね。無駄だ。アクセスキー5つゲットです。フェリーダ、怪盗の方がおとりか。そういうこった。目標達成、撤収するぞ。まさか逃げられるとでも。悪いけど少しばかりうちらの相手してもらえへん。見食らう蛇。そういや1年半前のあれは博士がうろたえまくってたぜ。正直ざまあねえが、もし会えたら挨拶しとけって頼まれててな。の作戦勝ちですよ。それとお兄ちゃんが鍵とか入れる場所の癖が変わってなくてよかったです。はい。おっ、お宝じゃねえか。敵の集団、厄介ですね。アーツ耐性あり、物理攻撃が有効よ。待ちなさい。
ええ、その通りよ。だから勝負よ。アークライド解決事務所。知れたこと、ゲームを進めるためでしょう。ちなみに私は今アクセスキーを数個持っている。ええ、剣の乙女のあだ名と永久としての肩書きをかけてでも。下がってろ、俺一人でやる。お互いが持ってる全てのアクセスキーをかけてな。どういうつもりかしら、バン・アークライド。たかが裏の便利屋ごときが剣の乙女を見くびっているわけじゃないわよね。そういうセリフはせめて調子が万全の時に言え。何をやってきたか知らねえが、お前かなり消耗してるだろうが。その状態で俺たちとやり合っても勝ち目はゼロ。それも織り込み済みだろ。だがあいにくだが、そんな目論見に付き合ってやる義理は俺たちにはねえ。どうしてもってんなら怠慢で来い。剣の乙女エレイン・オークレール。そうなら後悔するわよ、バン。やってから後悔する主義でな。だからダメなのよ、あなたは。こちらのセリフだ、エセ優等生。気合を入れなさい。私の覚悟受け止めなさい。翼よ、導け。ナイツオブアスカリア。上等だ。行くぜ。こんなものなの、バン。縛りクラッシュ。上等だ。上等だ。やるじゃない。チーム剣の乙女脱落。チームアークライド解決事務所。すべてのアクセスキーの獲得により仮想領域最深部への侵入を許可。
やあ、お疲れ様。ざっとこんなもんって敵の集団、厄介ですね。脅威のエース、要注意よ。規定数のアクセスキーを認証。ロックを解除。よくここまでたどり着きましたね。あなたたちが最後まで残る確率はとても低いとゲームの開始前は思っていましたが、私はどちらでも構いません。あなたたちでも、マルドゥックでも、誰でも。まるで感情のない人形のようですね。うん、異論はありませんが、あなたの方がより近いのでは。その体、とても合理的で生物的な煩わしさとも無縁の器、理想的で羨ましくすら思えます。この体に不満はありません。ですが、あなたが生身だとするなら、どうかご自身の体を大切にしてください。視覚も聴覚も触覚も味覚も嗅覚も、私が得られるものは再現されたもの。そしてそれらは人の心や実存にとってなくてはならない大切なものでもあって、本物を失ってしまっては二度と取り返しがつかないのですから。やはり理解できません。人も生物的な機械、心も脳が生み出した意識システムに過ぎないはず。本質的には同じでしょう。あなた方も、私も、イシュタンティも。そろそろいいでしょう。十分話には付き合ったはずです。それでは第三戦を始めましょう。アウルムガーデンの管理人オランピアが相手です。
いいぜ。ゲームのついでにまずは一つお前さんに教えてやる。今の自分じゃ届かない結果、敗北ってやつの悔しさをな。すごい数ね。気をつけなさい。言葉は尽くしました。あなた方を始末します。はっ、望むところです。まとめて蹴散らします。炎よ、私に力を。やー、とどめです。イグニスランペイジ。ゲージ、限界突破だ。チールの気配。好機です。はー、これで切れます。やー、とどめです。イグニスランペイジ。ダメージ想定範囲内。チャンスだ。限界突破だ。今です。任せた。リゼット。おまけだ。崩れた。ここは任せよ。もらった。おかしい、このままでは。頼みます先生。私がイシュタンティが負けるはずが。様子がおかしい。今度はだんまりかよ。一体どうなって。これは私は違う。こんなの知りません。知らない。きっと嘘。苦しい、痛い、寒い、熱い、もう嫌。ぶつけたい、殴りたい、走りたい、飛ばしたい、潰したい、握りたい、叫びたい。でも生きたくない、動きたくない、喋りたくない、考えたくない、聞きたくない。シリ滅裂じゃない。まさか彼女は感情を獲得してるのか。しかも一気に。確かに。でもどうしてそんな。おそらくあの人形型の古代遺物と関係していると見るべきだろう。彼女は感情を持たないわけではなかった。ただ何らかの形で全ての感情があの人形に吸い取られていたのだ。そして先ほどの戦闘による破損でその人形の機能が働かなくなり、一気に感情が解放されたのかもしれん。感情、私にもこんな負けて私悔しい、悲しい。私負け、それは負けて死ぬ。
抑えられてきた感情が一気に流れ込んできてやがるのか。このままじゃ彼女は。こんなの知りたくなかった。もう耐えられない。もう消えてしまいたい。天使様、私を殺してください。いけません。マンソン、リゼットさんも。どうして。せっかく取り戻したんだろう。簡単に手放そうとしてんじゃねえ。つれえだろうし、きついんだろう。だがそれがお前が生きてきた世界だ。あなたはここからです。まずはご自分と向き合ってください。どうやら敵と認識されたみたいだね。私たちを今度こそ完全に排除するつもりでしょう。主にして娘でもある彼女を永遠に人のせいから遠ざけるために。とんだ過保護ママだこと。そんなアマの愛間違ってます。だったら今度こそ完全に止めるまでだ。行くぞ。私には天使様がついています。小さな神殿で神の御使い様として村人たちから崇められる天使様。なぜか私だけその声が聞こえました。季節が次々と変わり、周りの子たちが一人
また一人と消えました。しばらくしてついに私の番が来ました。お父さんとお母さんは私を守ろうとしました。他の大人たちに必死に抵抗しました。そして二人とも殺されました。いや、こんな気持ちもう嫌。私は天使様に願いました。もう何も感じたくない。何も何も何も。気がついたら天使様が動いていました。私の思うままに動いていました。大人たちは驚き慌てました。私を天使様から引き剥がそうとしました。全員殺しました。何も感じなかった。一人で外をさまよっていると乱暴そうな男の人たちに会いました。私から何かを奪おうと、私に何かを無理やりしようとした人たちでした。全員殺しました。どうでもよかった。素晴らしい力だ。異物との同調がこれほどとは。我が名はエンペラー。我と一緒に来い。ガーデンが君を歓迎する。数年後、剣の園の管理人である彼は脱走者の返り討ちに会って死にました。特に何も感じなかった。ですが彼の言葉を思い出しました。君は幼子のようなものだ。いや、生まれてすらいないと言えよう。喜怒哀楽を感じられるようになって初めて君は生き始めるであろうな。まあ、その天使がいる限り無理な話か。イシュタンティ、私の天使様。そんな私を置いていかないで。嫌だ、感情なんて。私、天使様はもういない。からとしてお前さんを追う者もな。これからは自分で世界に接して世界を感じろ。もうお前さんは一人の人間だ。そんなこと私には。大丈夫。かつて失った私ですら取り戻すことができたのですから。あなたには自分の目と耳が、手と足が、世界の全てを感じる手段があります。少しずつでもそれを通じて生きている実感を取り戻してください。あなたは生きているのですから。生きる。そうか、私は生きています。こんなにも悲しくて苦しいのに、私は生きているんですね。気を失ったみたいですね。チッ、化け物じみた強さ以上にやりにくすぎる相手だったぜ。でも少しは届いていると思います。ああ、今まで背負ってきた罪を償いきれるかどうかは分からねえが、彼女の時間はここから始まるだろう。そうだといいね。仮想担当者オランピア、脱落、領域クリア、第3フェーズ終了。おめでとう、アークライド解決事務所。お前たちがゲームの勝者だ。ジェラール。最後は部下ではなく主催者自ら出張ってきたか。ああ、どうしても俺自身の口から祝いの言葉を送りたかったからな。
いい見せ物だったぞ、バーン・アークライド。ルールの穴をついて協力者を得たことも、その後数々の起点で強敵を退けたことも、実に俺を楽しませてくれた。礼を言う。他の面々や剣の乙女も含め、悪くない盛り上がりだったと褒めてやろう。ああ、そういえばメルキオルが初日に質問タイムとやらを設けていたな。特別に俺も一つ答えてやろう。褒美だ。何でも聞くない。そりゃ強烈至極だな。てめえに聞きたいのは一つだけだ。首を洗って俺たちにやられる準備はできてるんだろうな、ジェラール・ダンテス。実にいい単価だ。お望み通り万全の体制で迎えてやろう。せいぜいお前たちも英気を養うがいい。最終フェーズは午後3時に開始だ。場所は宣告した通りバシュタール宮。お前たちがいるそのさらに奥に王宮中央に直接通じる昇降機がある。それでは玉座で待っているぞ。カルナバルを最高の形で締めくくるためにな。